まあ、黒川敦彦、翼の党代表者の黒川敦彦との裁判の判決がありまして、まあ、予定通り私が勝ちましたので、その報告とですね、その他諸々お話ししたいと思います。まあ、このようにですね、主文、被告は原告に対し50万円を、並びにこれに対するうんぬんかんぬんということで、50万円払えと、ね、金を支払えということで、翼の党等をですね、オリーブの木という法人を相手にした裁判に続きですね、黒川敦彦個人を訴えた裁判もこのように50万円という勝訴が判決が出ました。これね、途中で弁護士さんが抜けているので、最終的には弁護士さんの名前これ両方とも載ってませんけども、僕は弁護士をつけてないんですが、黒川は弁護士をつけたんだけども途中で逃げたということで、まあ、実質弁護士相手に6連勝と、私が原告の裁判6連勝というところであります。黒川が逮捕されてもうかれこれ5月17なんで、もうほぼ4ヶ月逮捕されてですね、いわゆる身元が拘留されてもう110日経ちますが、去年のね5月10日このような記者会見ですね、3人並んでます。まさにドロンジョ、トンズラ、ボヤッキーというかですね、真ん中が大津彩香、これが黒川敦彦、そして、まあ、大川博士とで、このうちですね、まあ、皆さんご存知の通り大川博士君と黒川敦彦、そして、まあ、翼の党の杉田がですね逮捕されています。大川博士君に関しては逮捕された罪状が名誉毀損罪と、あとは道路交通法違反ということで、道路交通法違反は逮捕されてないのかな、まあ、いずれにしてもですね、最初に逮捕されて、まあ、一番軽い罪だと思います。罰金刑ぐらいで終わってますので、大川博士君が逮捕されたということは皆さんご存知というかね、幸福の科学の長男ですね、幸福の科学の大川隆法さんの長男ですね。そして今申し上げた通り黒川とか杉田というのは、あと根本君っていうのも言いましたけども、今この3人は120を超える交流が続いているということで、さあいつになったら出てこれるんでしょうかね。もう杉田のこれね、裁判所からのちゃんとですね、こういう印鑑をされてます。裁判長の竹中さんという印鑑をされていてですね、これは正本ですっていうことで、この翼の党のちょっと杉田について裁判所に出てきたので、まあ、こんな書面書いてます。立花らが作成した書面を見たが、だいぶ妄想だらけで呆れてしまった。反論するとすれば、立花氏の精神鑑定が必要なレベルだと思います。統合失調症だと立花氏本人でも言っています。寛解することがあっても完治することはないのが統合失調症です。あとは法廷でお話します。こうやって書いてですね、もう本当にやばいですね。これが8月5日付で、またこう、これが8月の10日付の杉田が出してきた書面です。病院に行ってください、立花さん。ここまでの妄想が病気なら仕方ないが、本気で言ってるならただの名誉毀損事件とかですね。山中豊がドバイに逃亡したは、立花氏を直ちに病院に連れて行くべきだと思う。おるよね。こんなことを杉田君は書いています。病気でないのであればスラップ訴訟、立花の妄想と願望をこれから書いていきます。立花の妄想か願望であると考えざるを得ない。そもそもここがね、考えるっていう字が、まあね、立花隆の隆の字になってるんですけど、ここは特にね、立花隆子って書いてあるんですけどね。杉田君から見たら僕が病気に見えるんでしょうね。さて皆さんは僕が病気と見えるのか、それとも杉田君がおかしいと、まあおかしいっていうか、じゃあ杉田君の、まあ、頭がキュッとなってると思うのかは皆さんの判断にお任せします。で、今日の裁判は黒川の裁判なんですけど、まあ、黒川はですね、こんな借用書を信用したっていうところで、まあ、金銭対策表ということで判決文にも書かれているんですが、これの中身について書かれているんですがね、まあ、2000万円を貸し付けた。で、返済時期にかかわらず1300万円を利息とすると。普通ね、2000万円でいつ返しても利息は1300万円ってちょっとありえないじゃないですか。ここについてちょっとそのね、手数料として200万円払うとか、まあ、もちろん立花隆の名前もこれは活字であって、まあ、ワープロで売ってるものであって、印鑑も3本版と。で、こういうものをですね、翼の党はこれ組織として、また黒川個人としてですね、これを信用したということで今日の判決文があります。
判決文のポイントとすればですね、借用者の氏名部分も含めて全ての記載が活字であり、いわゆるアプローチであり、押印部分が簡易な三文版による印影であるなど、第三者において容易に偽造することができる体裁のものである上、その内容についても元金が2000万円であるのにして、利息が返済期間にかかわらず1300万円であるとされ、さらに原告が手数料200万円を支払うとされるなど、一見して異常な内容であると認められる。そうすると同借用書を示された、まあ、被告というのは黒川のことですけれども、黒川としてその信用性に疑念を抱いて叱るべきであるが、黒川申し出に関わる未提出の諸証のうちに当該借用書の信用性に関し黒川が何らかの調査検討をしたことを伺わせるものは在しない。加えて2および3の事実に至っては当該各情報の提供元も何ら示されておらず、黒川申し出に関わる未提出の訴訟中にそれらの真実相当性を裏付けるものは全く存しない。以上の通り、黒川の申し出に関わるそのような未提出の訴訟を含めた本件全証拠に照らしても、黒川において1ないし3の各事実が真実であると信じるにつき相当な理由があったとは認められず、黒川の上記主張を採用することはできない。まあ何を言いたいかって、これわざわざ裁判資料のですね、杉田や黒川に対する判決文、まあ、杉田の主張や黒川の判決文をご覧いただいたのは、この翼の塔っていうのはいわゆる陰謀論というか妄想でですね、黒川がまともなら杉田の言うことって信じますか？これ杉田がこんなことを書いてきているわけですよ。立花が病気だという主張をしてるんですね。これ裁判の資料ですからね。ということは近くにいる黒川は杉田がもうほとんどわけのわからんやつだっていうのは理解できるはずじゃないですか。でもこれ黒川もちょっととんでもないキュッとなってる人なのかもしれませんし、分かって使ってるかどっちか分かりません。いずれにしても黒川もまあ普通の人だったら簡単に読み取れる偽造の借用書を信じ込んだということで、今回50万円払えという判決が出ています。翼の塔というのはそういうですね、翼の塔を信用した方もいるかもしれませんが、まあもうカンパとかも集まってないようですが、朝霞市議会議員の富山真紀さんもですね、黒川の実質上の奥さんもですね、こんな借用書で立花がお金を借りたなんておかしいでしょと言ったらしいんですよ。言ったにもかかわらず黒川をこう擁護してるんですよ。これちなみにだからまあ翼の塔ってのはとんでもない、だからまあ大川博士は抜けたんでしょう。ちなみに大川博士君は今少なくとも僕に対して反旗を振り出してるわけじゃなくて、いろんな裁判の協力をしてくれてる関係なので、まあ逮捕はされましたが、ちょっと反省はしてるのかなというところです。 NHK をぶっ壊